フロリダ・マイアミ、この魅力に富んだアメリカ大地の保養地は今さまざまな顔を持つ。その一つが犯罪都市マイアミの顔だ。1981年にはここを舞台に576件の殺人が発生した。その後殺人の件数は減ったが、でも去年は367件の殺人事件が。そしてその殺人事件のほとんどが麻薬絡みのものだ。マイアミは殺人都市であり麻薬都市なのだ。マイアミ国際空港、ここは中南米に開かれたアメリカの空の玄関。毎日300機の飛行機が発着する。ほとんどが大麻やコカインの産地、つまり麻薬の震源地、中南米からの飛行機だ。中南米からの荷物は一つ一つ徹底的に調べられ、中南米諸国からの乗客は1日2万人。この中には麻薬の運び屋が紛れ込む。手荷物のチェックは厳重だ。運び屋の手口は巧妙になってきた。コロンビアやボリビアなどで作られたコカインはここマイアミを経由して全米に、ヨーロッパに流れる。去年取締り当局がマイアミ周辺で押収したコカインは全米で押収されたものの半分、実に31トンにも上った。末端価格でなんと1兆円にも達する量である。麻薬を密輸するのはアメリカや南米の地下組織だ。彼らはマイアミを舞台に暗躍する。しかし捜査当局も麻薬密輸組織を見逃さない。沿岸警備隊、税関、警察、 DEA 連邦麻薬取締局、 FBI が麻薬の密輸組織に命がけで挑戦する。麻薬組織は時速100キロを超える高速密輸ボートや飛行機で次々と麻薬を運び込む。捜査当局はこれに対抗して最新高速艇や特殊武装ヘリコプターで迎え撃つ。これはもう戦争だ。地球初19人、今日はマイアミを舞台に繰り広げられる密輸組織と捜査当局の過激な麻薬戦争の現場に密着取材した。人口38万人のマイアミ市、この犯罪都市で去年1年間に起きた犯罪は1万件を超えた。ほとんどが麻薬絡みだ。マイアミ市警1000人、このマイアミバイスたちも命がけだ。マイアミ市警が一番力を入れているのが麻薬捜査である。この捜査チームによる麻薬のおとり捜査があった。50人の腕利きの捜査員が思い思いの変装で参加した。このおとり捜査は麻薬の密売人とそこに群がる麻薬常習者を一網打尽にしようというものだ。密売場に張り込む。コカインの売人を逮捕。おとり捜査の始まりだ。Go, go, go.
今アメリカでの麻薬常習者の広がりは恐ろしい。新型麻薬クラックの出現で主婦や高校生なども汚染されてきた。逮捕者の車や所持品は徹底的に調べられる。この主婦のバッグから麻薬が出てきた。マイアミ市警ではおとり捜査を週1回のペースで行っている。しかし逮捕者は一向に減らない。麻薬汚染の広がりが凄まじいからだ。ここでは麻薬で逮捕した者の車を没収する。懲らしめのためである。この日6時間に及んだおとり捜査で120人を逮捕。50台の車を押収した。マイアミ警察の一室におびただしい数のピストルやマシンガンが保管されている。全て犯罪者が手にしていたものだ。その数は300種類にも及ぶ。まるで銃器の博物館だ。このように折りたたみ式で引き金もハンドル部分も畳み込める仕組みです。女性用のピストルで財布の中に忍ばせるのも容易です。おもちゃみたいですが、これで十分人を殺すことができるんです。これは第二次世界大戦で使われたマシンガンで、USM3 というものです。ここにある銃は全て実際に犯罪に使われたものです。中には防弾チョッキをも通す凶悪な銃弾まである。麻薬密売人から押収した車が捜査当局の倉庫に保管されている。車はオークションにかけられる。捜査当局ではその金をまた麻薬捜査に使う。ドラッグ関係の犯人で、これ押収したのはどこの組織よ。警察とかカスタムとか。 So who was one that confiscated this car? Was US Customs. The custom guy, yeah.高級車が多い。ランボルギーニカウンタックをはじめ、ロールスロイス、ベントレーなど1台数千万円の高級車が並ぶ。これだけでも密売人がいかに金になる商売かが分かる。だがマイアミの麻薬問題の核心は末端の密売人よりも大規模な取引をする密輸組織にある。マイアミの沿岸警備隊、全米のコーストガードから選ばれた精鋭たちだ。ここには大型の船から時速100キロを超えるスピードボートまで配備されている。麻薬の組織的密輸を摘発するためである。ここの警備艇は時には遠く南米コロンビアの沖まで出動する。この沿岸警備隊が臨検する船舶は貨物船だけではない。
豪華クルーザーやヨットまで、あらゆる船をしらみつぶしに調べ上げる。去年、マイアミの沿岸警備隊が拿捕した船舶は161隻。ほとんどが麻薬の密輸船であった。そして押収したコカインは6300キロに上った。臨検の間、警備艇の隊員はマシンガンを構える。臨検の隊員は防弾チョッキを着用、拳銃を携帯する。いつ銃撃戦になるかわからないからだ。臨検では航海記録を調べ、特に中南米諸国に寄港した船は厳重に調べます。密輸船はほとんどが武装しています。臨検の最中に銃撃戦になることもあります。特に貨物船の船内捜索をするときなど、不測の事態に備えて警備艇の機関砲はいつでも撃てるようにしています。密輸船と沿岸警備隊との銃撃戦は珍しくない。これは昨年の秋の事件現場だ。 I have received authorization from the government of Colombia to stop you. Coast Guard from Colombia number 01 is coming. You have chosen not to stop your vessel. At this time, I am warning you that I am commencing to fire on your vessel.I will be firing into the after part. You're the killing of the people. 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 Listen to me, to me. You're the killing of the people. It's Spanish going to stop. Que van a parar a ese vato. Cualquier cosa va a pasar después de esto. Que pare. Got smoke. Got smoke. そして、このコロンビアの密輸船から25トンの大麻が押収された。麻薬取り締まりは海上だけでなく空からも行っている。ブラックホーク、黒い鷹と名付けられたこの特殊武装ヘリコプター、税関の麻薬取り締まりの切り札として6年前に登場した。あのベトナム戦争で活躍したものだ。そしてこの秘密兵器はこれまでに数々の戦果を上げている。特殊ヘリブラックホークを助けるのがサイテーションと呼ばれる司令機である。この飛行機には最新の軍事用電子機器が積み込まれている。密輸機はレーダーを避け低空で飛んでくるが、このサイテーションの目を逃れることはできない。発見されれば直ちにブラックホークに指示が出される。ブラックホークは密輸機に気づかれずに追跡を始める。麻薬の組織的な密輸で一番多いのが自家用飛行機によるものである。一度に大量の麻薬を運べるから。麻薬密輸機の中には沿岸に待機している仲間の高速艇に麻薬を落とすケースもある。密輸機が着陸するとブラックホークは進路を塞ぎ運び屋を逮捕する。同時に密輸機を待っていた組織の男たちも一網打尽にする。まるで劇画か映画の世界。これがマイアミ麻薬戦争の最前線だ。マイアミ、ここは豊かで魅力的なアメリカの繁栄の姿そのものだ。このフロリダの楽園に年間1400万人の観光客がやってくる。しかしこのマイアミの顔はこのところ著しく変わってきた。中南米からの移民難民が流れ込み、マイアミはもうアメリカであってアメリカではなくなった。
I don't speak English. Only no. Spanish. ¿Qué país? Nicaragua. Yeah. I'm from Colombia. Yes, ¿dónde? A mi traductora. ¿Dónde eres? De Uruguay. 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 60% がヒスパニック系住民でスペイン語が飛び交う。移民局には毎日難民の列ができる。滞在ビザを手にしようというのだ。ニカラグア、パナマ、キューバなど中南米の政情不安がそのままマイアミに押し寄せる。これに黒人問題が加わり、マイアミを熱くさせている。今でもカストロからキューバを取り戻そうという組織がある。我々の目的はソ連の手先カストロを倒すことだ。そのためにこのマイアミで5000人の仲間がいつでも武装蜂起できるように訓練をしている。我々はすぐにでもカストロをキューバから追い出す力を持っている。マイアミの顔を大きく変えたのは麻薬だ。中南米からの移民とともに大量のコカイン、大麻が流れ込むようになったからだ。巨大な麻薬の利権を求めてアメリカや南米の大きな密輸組織がこのマイアミを舞台に暗躍している。この日マイアミ市警はコカインの密売所を摘発した。捜査の結果大量のコカイン、大麻を押収。密売所の一味も全員逮捕した。だが麻薬組織は1週間後には新しい密売所を作るという。 ATF 連邦火器規制局、麻薬組織から押収したマシンガンなどが運び込まれるところだ。これらはちょうど昨日押収したものです。これはスタンド付きのライフル銃で、テーブルの上にセットしても使えるものです。これはサブマシンガン、今軍隊で使っているバリバリの現役のものです。中には1キロも離れたところから標的を狙える強力なライフルもあるんです。これは38口径のマック380、小型なのでコートの中にでも楽に隠し持てます。紫外線にはもってこいの武器です。この凶悪な武器が時には捜査員に向けられる。これは暗殺キットです。消音装置付きのマシンガンで、プロの殺し屋が使うものです。マイアミでは白昼でもマシンガンの銃声が響く。この事件では麻薬組織が FBI 捜査官を襲撃した。捜査官2人が死亡、5人が重傷。彼らは時も場所も選ばない。麻薬捜査員は命がけだ。マイアミから車で1時間、ホームステッド空軍基地。ここはまたマイアミ最強の麻薬捜査チームの秘密基地でもある。最新武装ヘリブラックホークがそれだ。税関が麻薬戦争のために空軍から借りたものだ。このマークはブラックホークが解決した麻薬事件を表しています。緑のマークは大麻、白のマークはコカイン。それも大量に押収したケースだけです。これまでに大きな事件だけでも37件も解決し、一度に1トンのコカインを押収したこともあります。ブラックホーク1機の値段は6億5000万円。最高速度時速320キロ。
三井機を追跡するため予備タンクを特別に装備している。乗員は11人である。ブラックホークを助ける司令機は最新電子機器の塊だ。この機種の部分には F-16 戦闘機に搭載されているのと同じレーダーが組み込まれています。これは軍事偵察用の暗視カメラです。機体は2億円ですが、電子装備だけで8億円もかけています。ブラックホーク部隊には65人のパイロットを含む100人が4チーム編成で麻薬捜査に当たり、激増する密輸機を迎え撃つために去年の2月からは24時間体制になった。オペレーションルームはチームの待機室だ。ここにはレーダー室との間にホットラインが引かれている。怪しい飛行機が現れると直ちに連絡が入る。レーダー監視センターの警備は厳重である。数カ所の地上レーダーと3個の気球につけたレーダーで航行する全ての船舶や飛行機を監視している。カリブ海を24時間見張るレーダー、ここだけで年間5億円の予算が使われ、ブラックホーク部隊にレーダー監視センターから連絡が入る。6時25分にこの地点を通過した飛行機があります。ここのレーダーが現在監視しています。6時35分ここを飛行中です。この飛行機は今朝コロンビアを出発したもので、間違いなく麻薬を積んでいます。多分マラグアナ島に向かうと思われます。バハマから捜査のヘリコプターが現地へ急行するはずです。レーダー監視センターからスタンバイがかかった。燃料を満タンにする。出動すれば何時間でも追跡を続けなければならないから。不審な飛行機の監視が続く。誰がそのパイロットの人でね、危険な目に遭ったことありますでしょうか。ええ、あります。密輸の飛行機を追跡していた時のことですが、突然犯人が機体のドアを開けて銃を発砲してきたんです。敵の武器がますます大型化する傾向があります。近々ブラックホークに強力な武器をつけることになっています。我々隊員はいつも武器を携帯しています。密輸シンジケートに狙われているからです。ビーチでいきなり撃たれたこともあります。この仕事をしている限り危険はつきものです。足首にもスペアのピストルを隠しているんです。ブラックホーク部隊では出動に備えて作戦が練られる。この飛行機はどうなりました、その後。例の飛行機は今ここを飛んでいます。別の部隊のブラックホークが向かっています。この島でコカインを下ろしたとのことです。多分別の飛行機に積み替えるか、トラックで麻薬の倉庫に隠すつもりでしょう。地元の警察が今捜査に当たっています。ここから出動したブラックホークが30分か40分後には飛行機を抑えるでしょう。今犯人3人を逮捕、大量のコカインを押収した。ジョージタウンのブラックホークがやったみたいだ。マイアミ郊外にある税関が管理する秘密の飛行場。ここにあるのは全て麻薬の密輸に使われた飛行機である。ブラックホークの戦利品だ。ほとんどが南米からアメリカまでノンストップで飛べるよう燃料タンクを改造したり予備タンクをつけている。
左側に見えるのは軍用の輸送機で C-123 型だと思います。こちらの軍用機は DEA 連邦麻薬取締局が押さえたもので、ここにある中で最大のものです。この飛行機だと大麻なら10トン、コカインならもっとたくさん運べるでしょう。マイアミから東へおよそ100キロ、密輸機の墓場と呼ばれるビミニ島がある。南米からアメリカへの麻薬中継地として使われる島だ。照明のない滑走路に闇に紛れて着陸しようとし、失敗した密輸機の残骸だ。一攫千金を狙う麻薬の運び屋、彼らも命がけの商売なのだ。マイアミは眠らない。夜になると得体の知れない男たちがうごめく。マイアミは多くの麻薬組織の根城となっている。ここを舞台に暗躍するのはアメリカの密輸組織だけではない。南米の組織も入り込み、麻薬の巨大利権を漁る。3週間近い交渉の末、ようやく取材班は密輸機のパイロットと接触することができた。マイアミ市街の指定場所で待つ。 Hey, the Japanese crew? Yes. Yeah. All right, get in. 1回の報酬はどのぐらいですか? It really varies. I get paid by the load, not by the quantity, like a lot of people in South America. They get paid maybe a few thousand dollars a kilo or something. I don't get paid like that.I get paid $100,000 per load, and usually it's maybe half a ton, maybe more than that each time. I see. They give me half in front, and after I make a successful delivery, I go back to get another load, and they give me the second half of my payment. I see. 今まで何回ぐらい麻薬運びましたか? Probably drugs like cocaine, maybe 35 times, something. Tons.をやめようという気持ちはないんです。Well, yeah, you know, I think everybody wants. When I first got in it, I was only going to do it like one time. I always flew with another guy as a co-pilot till maybe 2 years ago. This guy he decided, you know, that he wanted to quit.、Mm-hmm. He didn't want to do it anymore. And 10 days later, he was dead. So I guess I'll keep working.ブラックホーク部隊にスクランブルの指令が出た。出動だ。ブラックホークにはパイロット、税関の捜査官、バハマの警察官、そして DEA の捜査官が乗り込む。密輸機を発見。直ちにブラックホークに追跡指令が飛ぶ。ブラックホークの活躍がこれから始まる。ブラックホークは機影を逃さない。相手からはブラックホークは見えない。気づかれないよう追跡が続く。上空では司令機がこの追跡駅を見守る。特殊カメラが謎の飛行機を捉え続ける。暗視装置が夜でも鮮明な映像を映し出す。飛行機が怪しい動きを見せ始め、海上で待つ仲間に大きな包みを投下し始めた。司令機からブラックホークに指示が飛ぶ。証拠は掴んだ。追跡を続行しろ。
光行はブラックホークの追跡に気づかず、組織の一味の待つ小さな空港に進路を変えた。ブラックホーク部隊の作戦は飛行機と地上の一味を一網打尽にする構えだ。光行はまだブラックホークに気づかない。光行が着陸態勢に入る。秘密兵器の出番だ。光行の進路を塞ぐようにブラックホークが襲いかかる。特殊ヘリから武装した特捜隊員が踊り出る。時には光行の犯人と銃撃戦になることもある。運び屋2人が逮捕された。司令機からの連絡で空港の警察も駆けつけ、地上の仲間も逮捕される。ブラックホーク部隊の作戦は見事に成功した。しかしこれは特殊ヘリコプター部隊が地球発19時の取材班に見せてくれたシミュレーション、実戦さながらの訓練である。ブラックホークの活躍は目覚ましい。1986年7月には6機のブラックホークが南米ボリビアに出動し、コカインに密造工場を破壊した。西部劇作戦と呼ばれるこの作戦は、増え続ける麻薬密輸に業を煮やしたレーガン大統領が命令したという。中南米からの海の玄関口、マイアミ港。ここには年間2000隻、17万個のコンテナが中南米諸国から入ってくる。港で活躍するのが麻薬犬だ。麻薬犬はコンテナに隠された麻薬を探し出す。犬の嗅覚は密封されたコンテナの外からでも麻薬を嗅ぎ分ける。コンテナの壁の隙間に麻薬を埋め込む手口も多い。ドリルの先に麻薬が付着していないか調べる。麻薬犬が反応したコンテナは徹底的に調べる。特にコロンビアからの積み荷検査は厳しい。飛行機による密輸に比べて船の密輸は規模が大きい。最近ここでは何かその大きな密輸のものを見つけたというのはありますか？ Yes.ええ、2ヶ月前のことですが、麻薬犬があの船から大麻を見つけました。そして2週間前に密輸に関わっていた船員が麻薬取締法で逮捕されたんです。材木に埋め込まれたコカインを麻薬犬が発見した。ホンジュラスから輸入されたものだ。1000本の材木に 3.7 トンものコカインが隠されていた。末端価格にして73億円。今年最大の密輸事件である。税関の倉庫には組織的な麻薬密輸の手口を見せる押収品が多い。ここに山積みされているのはテーブル用の木材です。コロンビアから輸入されたもので、板がくり抜かれコカインが埋め込まれていたんです。およそ2トンのコカインがこのテーブルの板の間から発見された。カリブ海を我が物顔で走る密輸船は後を絶たない。定期便だけで100隻に上る。税関は時速100キロの高速艇ブルーサンダーで密輸船を追う。沿岸警備隊との共同作戦だ。税関が押収した密輸船、漁船、ヨット、クルーザー、
この全てが麻薬の密輸に使われたものだ。麻薬はエンジンルームや船底、燃料タンクに隠され、中には秘密の部屋を持つ密輸改造船もある。これは改造高速ボートです。200馬力のエンジンが4つも取り付けられ、時速100キロ以上で突っ走れる代物です。我々の警備艇でも追いつけません。この船は飛行機から落とした1トンの大麻を回収中に捕まった。船にはまだ大麻の種が残っていた。That's a dried out seed there. The marijuana seed. ブラックホークの基地は静かな朝を迎えた。 隊員たちは昨夜から一睡もせずにスタンバイしている。ここは24時間体制だ。スクランブルに備え、隊員たちは思い思いの時を過ごす。隊員の中にはバハマの警官もいる。密輸機がバハマ領に逃げ込んだ場合に備えてのことだ。レーダー監視センターも24時間体制だ。不審な密輸機を発見、ブラックホーク部隊へ緊急連絡だ。謎の飛行機はバハマ諸島からマイアミに向かっている。スクランブルだ。フォークに続いて司令機も出動だ。ブラックホークと司令機は現場へ急行する。司令機の高性能レーダーが謎の機影をキャッチした。ブラックホーク、黒い鷹の本性を見せスピードを上げる。高度1万フィート、密輸機発見。司令機の特殊カメラが麻薬密輸機を捉える。武装ヘリブラックホーク部隊の追跡が始まる。追跡開始から1時間半が経った。ブラックホークは密輸機の後方にぴったりとつく。マイアミの上空に近づいた。そろそろ密輸機は行動を起こすはずだ。
司令機の特殊カメラは密輸機をしっかりと捉える。突然密輸機が右へ左へ泳ぎ始めた。ブラックホークの追跡に気づいたのだ。司令機は行き詰まる追跡劇を見守る。密輸機のドアが開いた。包みが捨てられた。麻薬に違いない。密輸機がブラックホークに追跡され逃げ切れない時の上等手段だ。麻薬、地図、証拠の品を全て海に捨ててしまうのだ。追跡から3時間密輸機が高度を下げ始めた。密輸機のエンジンがおかしい。ブラックホークから司令機に連絡が入る。密輸機が失速した。麻薬密輸組織の魔の手は大手航空会社にまで及んできた。南米を往復する旅客機の貨物室に780キロもの大量のコカインが隠されていたのだ。イースタン航空事件である。この事件には航空会社の従業員35人が関わっていたという。コロンビアのアビアンカ、タンパ航空の旅客機からも大量のコカインが押収された。手口は巧妙だ。密輸組織に買収された空港職員が麻薬を国際線から国内線へ運び入れる。国内線は税関チェックがない。麻薬は厳重な監視の目を堂々とかいくぐることができるわけだ。マイアミは麻薬で溺れかけているのだ。麻薬取締りの最高司令部ジョイントタスクグループ、副大統領直属の組織だ。担当官は麻薬取締りの難しさをこう語る。麻薬取締りには警察、税関、沿岸警備隊などの組織が協力することが重要です。その結果私たちは多くの成果を上げてきました。しかしいくら大量の大麻やコカインを押収しても問題の根本的な解決にはなりません。麻薬問題の根は深いのです。中南米諸国での麻薬栽培をいかにやめさせるか、アメリカの中南米政策そのものに関わる問題です。パナマのノリエガ問題も決して麻薬とは無関係ではないのです。洪水のようにマイアミに流れ込むコカインやタイ、恐るべく麻薬をめぐる捜査当局と密輸組織の激烈な戦いは今日も続く。麻薬に蝕まれているのはアメリカだけではない。ここ数年日本でも麻薬の押収量、そして麻薬患者は激増している。マイアミ麻薬戦争は人事ではない。